こんにちは、アンコロです。今回は仮想空間プラットフォームマークスペースのウィンスタジオからビットコインゴールドの話をします。うちの部屋よりかっこいいな。ビットコインゴールドはビットコインのハードフォークで誕生した暗号通貨です。ビットコインはデジタルゴールドと言われることがあるので、ビットコインゴールドはイメージに合った名前ですね。ハードフォークとは仕様変更によってブロックチェーンを分岐させることを言います。食器のフォークのように分岐するからハードフォーク。分岐した後も古いブロックチェーンを使い続ける場合は暗号通貨が一つ増えます。そしてハードフォークする暗号通貨を分岐時に保有していた人は同じ枚数の新しい暗号通貨が無料でもらえます。ビットコインは2017年8月にハードフォークが行われてビットコインキャッシュが生まれました。それから3ヶ月後の2017年11月に2回目のハードフォークが行われてビットコインゴールドが生まれました。つまりビットコインゴールドはビットコイン兄弟の三男です。ちなみにウルトラマンの三男はウルトラセブン。セブン、セブン、セブン。ビットコインゴールドの特徴は GPU マイニング。GPU とはですね、画像処理に特化したコンピューターのデバイスのことで、普通のパソコンに標準装備されています。ビットコインのマイニングは専用機器が必要なので、専用機器をたくさん持ったマイナーが強く、個人が太刀打ちできなくなりました。一方、ビットコインゴールドは専用機器でなくてもマイニングできるようにして、マイニングの非中央集権化を目指して作られました。平等っぽくていいですが、開発チームが公開前に8000枚をプレマイニングしていることが判明して批判を浴びていました。次に、日本の取引所のビットコイン付与状況についてです。先ほどハードフォークで生まれた暗号通貨は無料でもらえると言いましたが、もらうには暗号通貨を預けている取引所やウォレットが対応する必要があります。これは2017年に日本の取引所が発表した対応方針です。付与予定と発表したのはビットフライヤー、コインチェック、 BTC ボックス、 GMO コイン、ビットポイント。付与しないと発表したのは財布。ビットコインキャッシュは付与されたので、ビットコインゴールドも付与してくれるだろうと考えて、日本の取引所に預けっぱなしにしていた人が多かったです。コインチェックのアプリにも、一時ビットコインゴールドのアイコンが表示されるなど、上場の準備が進められていました。しかし、ビットコインゴールドのウォレットにマルウェアが含まれていたことから、セキュリティの問題が指摘されて付与は延期になりました。現在もビットコインゴールドを付与した日本の取引所はまだ一つもありません。ビットコインゴールドが生まれてからかれこれ1年と5ヶ月くらい。なんげーな。ビットコインゴールドは注目されることで4万円以上の価格をつけて時価総額ランキングの5位にランクインしたことがあります。2019年現在のランキングは27位、価格は約2000円。それ以来日本ではビットコインゴールドの話題はあまり聞かなくなりましたが、世界的に見れば期待している人は多いです。 Twitter フォロワー数は73000人。定期的にプロジェクトの進捗報告をしています。ビットコインゴールドで期待される機能が BTG Pay です。 BTG Pay は e コマースの決済プラットフォームで、ネットで買い物をするときの決済手段にこのようにビットコインゴールドを選択できるようになります。 BTG Pay の特徴はこれです。取引手数料が安い、チャージバックプロテクション、クレジットカードが不要。 BTG Pay の決済手数料は 0% で、受信側が1セントを支払います。1円、やっさ。チャージバックとはですね、クレジットカードの不正利用や詐欺が発生したときにカード会社が加盟店に対して支払いを断ることを言います。
チャージバックがあるおかげで、カード利用者は安心してクレジットカードを持つことができます。仮想通貨の決済をチャージバックプロテクションでユーザーを保護してくれるのは嬉しいですね。BTG Pay はライトニングネットワークやプラズマを実装することで決済速度を大幅にアップさせます。2つの機能を簡単に説明すると、ライトニングネットワークはブロックチェーンの外で取引して最初と最後の結果のみブロックチェーンに記録する技術です。プラズマはメインのブロックチェーンにつなげた別のブロックチェーンで処理する技術です。つまり BTG Pay はネットで買い物をするときに超安い手数料で超早い決済ができて、チャージバックプロテクションでユーザー保護してくれる e コマースのプラットフォームです。次に、日本の取引所はビットコインゴールドを付与するのか考えます。2018年まではビットコインゴールドのホームページにビットフライヤーのロゴがこのように載ってました。灰色のマークはカミングスーンを表しています。では現在もカミングスーンなのか見てみましょう。カミングスーンなら期待できるはず。消えたロゴが消えた。しかし日本の取引所は新しいコインの上場をやめたわけではないです。なぜなら日本仮想通貨交換業協会が新規上場予定のコインや ICO を確認する作業項目を公表しているからです。もしこのまま付与しないで別のコインを上場させると、その度にビットコインゴールドはいつ付与するのかと突っ込まれるね。ビットコインゴールドは現在2000円なので、万が一に備えて宝くじ気分で数枚保有しておくのはありだと思います。投資は自己責任で。以上、ビットコインゴールドについてでした。それでは聞いてください。陽子さんのリクエストで、ミスター・チルドレンの抱きしめたい。人同じように霧に冷め煙る静かな夜、目を閉じれば浮かんでくるあの日のままの二人。